2015年、今から9年前、僕は体重90キロで極度の頭痛持ち、しょっちゅう虫歯で歯医者通い、しょっちゅう鬱で精神科、しょっちゅう寝不足で不眠症、春には決まって花粉症で、さらには動悸息切れガスッパラ、下痢で苦しむ腹痛持ち、とにかく毎日毎日不調で、月のスケジュールの大半は病院の予約でぎっしりと埋まっていました。そうです、以前の僕は肥満で毒素まみれで対人関係もうまくいかず、極めつけにこの世の全てさえをも恨んでいたのです。そんな中、あることがきっかけとなり、なるべく手作りの食事に切り替え、腸活、グルテンフリー、糖質制限、脂質制限、断食などの人体実験を繰り返し、添加物や農薬、遺伝子組み換え食品のできる限りの排除、栄養学の勉強などを行い、実践した結果、今日では僕は人生最大に元気で、パフォーマンスも絶好調となりました。巷にはいろいろな情報が溢れています。これまで僕は腸活、グルテンフリー、糖質制限、断食、さらには良質な油を摂取することの重要性などを繰り返し発信してきました。近年、日本にあふれる食材は添加物、農薬、遺伝子組み換え、さらには加工食品であふれています。つまり僕たちが毎日口にする食べ物は偽物ばかりだということになるわけですが、紛れもなく不自然な食べ物ばかりを食べ続けた結果、健康な日本人は減ってしまいました。少し話を変えますが、アミノ酸という言葉を知らない人はいないにしても、では何をしているものと聞かれると明確に答えられる人は少ないと思います。しかしこの動画にたどり着いてくれた皆さんはラッキー。あらゆる解毒やメンタル向上などの健康法、ダイエット法を試しても劇的な改善が見られず、現在に至るという方も少なくないのではないでしょうか。ですが紛れもなく解毒、メンタル、健康、ダイエットなどの効果を劇的にアップしてくれる際に鍵を握るのがこのアミノ酸となります。調味料として使われているものもアミノ酸ですが、アミノ酸等を筆頭に、これまた添加物のアミノ酸も偽物ばかりになってしまいました。今回ご紹介するのは本来のアミノ酸。アミノ酸は生命の根源的なものであったり、旨味の調味料になったりもする実に不思議な物質です。この数年間、ネット、書籍、文献など莫大な知見を読み漁り学ぶ中で、驚いたことが、人間の体のほとんどはたった20種類のアミノ酸でできているということでした。この20種類のアミノ酸の組み合わせによって、髪の毛や皮膚、筋肉や血液だけではなく、脳内ホルモンなども作られることが証明されています。またその組み合わせ方が人それぞれの遺伝子によって決まってくることも知られており、20種類のアミノ酸の単独での働きや組み合わされたものが体のどのようなところに使われ役に立っているのかを理解しておくというのは、世界一の不健康民族となってしまった日本人にとってはとても重要なことだと確信しています。令和イコール健康防衛の時代。ではどの食材を食べればアミノ酸の働きで脂肪を燃焼しやすくなったり、解毒を促したり、免疫力がついたり、筋肉がついたり、慢性的な疲労が取れやすくなったりするのでしょうか。今回は皆さんと共に健康防衛の要ともいえるアミノ酸への理解を深めるためにも、可能な限り分かりやすいアミノ酸の解説や、また具体的な食事のメニューを5選にまとめてみました。いつまでも健康な体を維持するためにこの発信を役立ててもらえたら幸いです。タンパク質が筋肉や血管、皮膚、髪の毛、爪など体のほとんどの組織を作っているということは皆さんもご存知かと思います。ではそのタンパク質は一体何から作られているのかというと、ズバリアミノ酸です。アミノ酸とはタンパク質の最小単位であり、このアミノ酸が50個以上結合したものがタンパク質となっています。つまりタンパク質とはアミノ酸といっても過言ではないのです。
ちなみにアミノ酸の結合数が2個から4個以下のものはペプチドと言われており、最近よくこの健康ドリンクなどでこのペプチドを含んだものが宣伝されているので、耳にしたことがある人も多いのではないでしょうか。アミノ酸のうち人間にとって必要なものは全部で20種類あります。それぞれの食材で結合していた20種類のアミノ酸は、僕たちの体内に取り込まれると一旦バラバラに分解され、そしてそれぞれ全身の必要なところへ運ばれ、再合成して吸収されます。筋肉や血管、皮膚、髪など作られるものによって20種類のアミノ酸の組み合わせは違っているのですが、その組み合わせ数はなんと約10万通りもあると言われています。これはものすごいことです。たった20種類のアミノ酸だけで僕たちの体の大部分を作っていると思うと、不健康な日本人である僕たちはアミノ酸のことをなおさら理解しておく必要があると感じます。さて、筋肉や血管、髪の毛といった僕たちの体のパーツはそれぞれに必要とするアミノ酸が違います。そしてそれを決定づけているのが紛れもなく遺伝子。したがって例えばお肉を食べた時、アミノ酸は消化器官で最小単位にバラバラにされ、その中から人間の体に必要な栄養成分だけが吸収され、血液の流れに乗って必要な場所に運ばれます。そして必要のないものはそのまま大腸に運ばれて、最終的に便となって排出されるといったメカニズムとなっています。僕たちの体のパーツはそれぞれに必要とするアミノ酸が違います。例えばある食材中にある100個のアミノ酸のうち、この部位にはこのアミノ酸とこのアミノ酸だけ欲しいといった具合にです。そしてせっかくアミノ酸の豊富な食材を摂取しても、アミノ酸がつながったままの状態だと必要なアミノ酸だけを取り出すことができません。そのためつながったアミノ酸を小腸で分解し吸収しているということ。アミノ酸は僕たちの体を作るだけでなく、それ以外の働きもあります。いかがでしょうか。こうした働きを知るとアミノ酸がとても大切であることがお分かりいただけるのではないでしょうか。人間にとって必要なアミノ酸は20種類あると言いましたが、その20種類はさらに2つに分類することができます。それは9種類の必須アミノ酸と11種類の非必須アミノ酸。この2種類のアミノ酸がどう違うかというと、人間が進化してきた過程で体内で自ら作ることができるようになったのが非必須アミノ酸で、反対に自ら作ることができないのが必須アミノ酸となります。自ら作ることができないので食べ物から摂取する必要があり、それゆえに必須という呼び方になったのでしょう。学者たちの間でも非必須アミノ酸の方が体にとって重要だったため、進化の過程で必須アミノ酸を自らの体で作り出せるようになったのではないかという論調が根強いのです。非必須アミノ酸は疲労回復や睡眠の質の向上に使われるなど重要な役割を持つものが多く、足りないととんでもないことになるので、長年の進化の中で自力で作り出せるようになった可能性は大いにあります。これは同じく体にとって欠かせないビタミン C と重ねて考えてみてもあり得る説でしょう。実は人間や猿などの霊長類を除くほとんどの動物は自分の体内でビタミン C を作り出すことができます。でも人間や猿は作り出せないのです。だから現代人の僕たちは意識してビタミン C の摂取に努めているわけですが、逆に考えると普段の食事から十分な量が摂取できているので、わざわざ頑張って体内で作らなくてもいいやといった具合に進化していったのかもしれません。それよりもたくさん必要だけど食事では足りないものが優先して体内生成されるようになったと思います。ですから必須、非必須というネーミングに惑わされず、どちらのアミノ酸もバランスよく摂取するようにするべきなのです。次の章からは必須アミノ酸と非必須アミノ酸のそれぞれの成分が具体的に体の部位ごとにどういった健康効果をもたらしてくれるのか、またどういった食事から摂取できるのかについてご紹介させていただきます。
まずは必須アミノ酸から。必須アミノ酸の9種類のうち、バリン、ロイシン、イソロイシンの3つは一部で枝分かれするような分子構造を持つという特徴があり、 BCAA、 つまり分岐鎖アミノ酸と呼ばれます。BCAA は食物中の必須アミノ酸の約 50% を占め、人間の体にはなくてはならない重要なものです。 BCAA は筋肉中に多く存在するアミノ酸となっており、運動中に失われやすい成分で、筋肉を構成しているタンパク質を作るスピードを調整する働きがありますが、研究では BCAA 系のアミノ酸を毎日 14g 摂ったグループは8週間後にスクワットやベンチプレスで筋力向上や筋肉の増加効果が認められました。運動時のエネルギー源として重要なだけでなく、持久力を高めたり筋肉痛を軽減したりするなどの研究報告も多数あります。必須アミノ酸の BCAA のうち、バリンは筋肉の強化に効果的なアミノ酸で、また体にとても有害なアンモニアを脳に活かせないよう、血液中の窒素のバランスを調整し、アンモニア代謝を高めて肝臓の機能をサポートします。バリンはマグロ、カツオといった魚類、鶏肉をはじめとした肉類、さらに大豆、卵にも多く含まれています。続いてロイシン。ロイシンは食欲を制御するアミノ酸です。 BCAA の中でもロイシンは筋タンパク合成を促す重要な役割を果たしています。運動後は筋肉を補修するためにロイシンが食欲を制御しますので、肥満改善にもおすすめ。また血糖値コントロールや筋グリコーゲンの合成など、筋肉や肝臓にとって非常に大切な働きをするアミノ酸です。動物性タンパク質に多く、牛肉や豚肉、特にレバー、またアジ、鮭、カツオ、チーズなどの乳製品に多く含まれています。イソロイシンは血糖値コントロール、糖尿病予防に効果を発揮します。鶏肉や豚肉、マグロ、サバ、チーズなどの乳製品に多く含まれます。それでは次に BCAA 以外の必須アミノ酸についても説明していきましょう。メチオニンは髪の毛の健康維持やアレルギー改善に役立つアミノ酸です。脂質代謝にも関与し、肝機能の維持改善もサポート。さらにはアレルギーを引き起こすヒスタミンを制御する作用もあります。肉類や魚類、卵などの動物性タンパク質に多く含まれています。中でもカツオ節がおすすめです。フェニルアラニンはイライラに効く精神安定におすすめのアミノ酸、神経伝達物質の材料で精神を安定させる働きがあります。食事から体内に取り込まれるとチロシンに変化して脳内へと移動し、ドーパミンなどへと変換されます。卵、大豆、ピーナッツなどのナッツ類に多く含まれます。トリプトファンはうつ改善におすすめのアミノ酸、神経伝達物質であるセロトニンの重要な材料です。セロトニンは喜びや快楽を与え、反対に恐怖や不安を感じるノルアドレナリンの過剰な働きをコントロールする役割を持つ神経伝達物質で、別名幸せホルモンとも呼ばれています。セロトニンが低下すると感情のコントロールが効かなくなり、怒りっぽくなったり落ち込んだりと鬱になりやすくなるので、セロトニンの材料であるトリプトファンは鬱改善に重要です。牛、豚、鶏のレバー、卵、チーズなどの乳製品や大豆、ナッツ類、バナナ、カツオ、マグロ、カズノコにも多く含まれています。ヒスチジンは脂肪燃焼に欠かせないアミノ酸で、交感神経を刺激するヒスタミンの原料で、脂肪細胞からの脂肪分解を促進します。体内で成長に関わる大切なアミノ酸で、特に乳幼児には欠かせません。大人でも必須人が不足すると皮膚疾患や神経系に異常が現れることがあります。赤血球に鉄を取り込む役割もあり、貧血改善をサポートします。必須人が多いのはやはりダントツで魚です。カツオやハマチ、ブリなどに多く含まれます。スレオニチンは脂肪の蓄積をさせないアミノ酸、肝臓の脂質代謝や筋肉のタンパク質合成、胃酸の分泌を促進します。また小腸の働きを高め、消化吸収を良くしてくれます。魚や肉類、卵、乳製品などの動物性タンパク質に豊富に含まれており、植物性タンパク質には少なめです。そのため動物性タンパク質をあまり取らない人が不足しがちなアミノ酸と言えるでしょう。必須アミノ酸の最後はリジン。リジンは必須アミノ酸で最も不足しやすいとされていますが、集中力をアップしたい時にホルモンや抗体などを構成する成分で、体の成長や組織修復に関わるアミノ酸です。エネルギー代謝やカルシウムの吸収を促進し、集中力を高めます。
肉や魚類、卵、乳製品、大豆に多く含まれていますが、米や小麦粉などの植物性タンパク質には不足しています。そのため栄養摂取を穀物に依存する発展途上国ではリジン不足による成長障害が起きやすく、重篤な場合は生命に影響を与えることもあるので大きな問題となっています。では次の章では非必須アミノ酸についてご紹介していきましょう。まずはアラニンから。アラニンは長時間のハイキングやウォーキングで活躍するアミノ酸。アラニンは血液から肝臓に入り、そこからグルコース、つまり糖に変換されエネルギーとなります。アラニンが足りていれば長時間の運動でエネルギーが不足しても筋肉が分解されにくくなりますので、ハイキングやウォーキングなどで活躍します。血糖値を上昇させるホルモンであるグルカゴンの分泌を促進する働きもあります。さらにアラニンはアルコール分解にも必要な成分ですから、僕のようにのんべえにはありがたいアミノ酸といえます。牛や豚のレバーのほか、ゼラチンやスジコ、シジミやアサリ、ハマグリなど貝類に多く含まれています。グルタミンは疲労回復や肝臓、胃腸を元気にするアミノ酸。筋肉中に存在するアミノ酸の中で 60% の割合を占めているのがこのグルタミンです。疲労回復や筋肉維持のために必要なアミノ酸といえます。また胃腸を正常に保つため粘膜分泌を促進する効果も大で、アルコール代謝を高めて肝機能もサポートします。怪我や手術、感染症など体に損傷やストレスがかかった場合に大量に使われるために積極的に摂取しておきたいアミノ酸です。肉や魚、大豆などに含まれています。体内ではグルタミン酸とアンモニアから作られます。アルギニンは血圧を下げ筋力アップの働きがあるマルチなアミノ酸。成長ホルモンの分泌を促す役割があります。成長ホルモンは免疫細胞に働きかけるため病気にかかりにくい体を作ります。また成長ホルモンと筋力アップは相関関係にあるため脂肪の代謝を促進し筋肉を増強させる効果があります。現代日本人にはありがたい血栓症予防にも効果があり、血管を柔らかくする材料でもあり、高血圧だけでなく動脈硬化や心筋梗塞、脳梗塞の予防にも役立ちます。成長期には合成能力が低いので、その時期は必須アミノ酸となる重要なアミノ酸です。鶏肉やうなぎ、大豆に多く、またマグロ、卵、ピーナッツもおすすめ。グルタミンは脳の良くなるアミノ酸、旨味の成分としてよく知られる存在です。体内におけるアミノ酸代謝の中でも中心的な役割を担っており、中枢神経の主要な伝達物質で記憶や学習といった脳の機能に深く関わっています。脳にとっては有害なアンモニアを排出する機能もあり、脳の興奮を鎮める神経伝達物質 GABA の原料にもなっています。脳へのサポート役として大切なアミノ酸で、頭の良くなる栄養素としての一面も。ちなみにグルタミンとグルタミン酸は全く違うので要注意。昆布などの海藻、お茶、トマトなどに豊富に含まれています。筋肉の疲労回復にはアスパラギン酸。アスパラギン酸はアスパラガスに多く含まれるアミノ酸で、グリコーゲンの生成を促進します。エネルギーを生み出す働きがあるため筋肉の疲労回復効果があるのです。またカリウム、マグネシウムなどのミネラルを細胞に運びます。アスパラガスの他にはそら豆などの豆類、鶏肉やマグロにも含まれています。ちなみに肉基添加物、甘味料のアスパルテームはアスパラギン酸とフェルニアラニンを結びつけたものですが、自然のアスパラギン酸とも自然のフェニルアラニンとも全くの別物です。アスパラギンはアスパラガスから発見されたアミノ酸となっており、持久力運動のサポートに役立ちます。アスパラギン酸と同様、グリコーゲンの生成を促進するため疲労回復効果や運動の持久力を高める働きがあり、さらにアンモニアを体外に排出して中枢神経を守る働きもあります。肉類のほか大豆などの豆類やレーズン、ナッツ類にも多く含まれます。女性注目、システインは美肌をサポートするアミノ酸。紫外線による皮膚のメラニン色素の過剰な生成を抑える働きがあります。抗酸化作用もあり、毛髪などにも多く含まれています。激しく体を動かした時の炎症を抑える作用と免疫力低下を抑制する働きがあることが最新の研究で分かっています。肉、魚、卵、乳製品、ニンニク、玉ねぎなどに多く含まれます。プロリンはシミやシワ予防だけでなく脂肪燃焼にも効果を発揮します。皮膚を構成するコラーゲンの主な材料で、シミやシワを防いだり関節痛を緩和するなどの作用があります。
皮膚に潤いをもたらす天然保湿成分の重要な構成成分で、脂肪分解酵素であるリパーゼの分泌を促進して、脂肪をエネルギーとして消費しやすくする働きもあります。ゼラチン、チーズなどの乳製品に多く含まれています。グリシンは睡眠改善効果のあるアミノ酸。グリシンには睡眠リズムを整える効果があります。睡眠に問題を抱えている人に対してグリシンを摂取してもらったところ、寝つきが良くなり、夜中に目を覚ますこともなく熟睡感が得られたという報告があります。胃液の分泌や細菌を抑える働きのほか、ミネラルの吸収をサポートする働きもあり、神経ネットワークで必要なアミノ酸です。食材ではゼラチンにダントツに多く含まれていて、牛すじ、豚肉、エビ、カニ、カツオなどもおすすめです。セリンは生活リズムの乱れや時差ボケの改善に効果抜群。セリンは体内でグリシンなどから合成できるため、非必須アミノ酸となっています。脳の働きをサポートするほか、皮膚の健康を守る役割が分かっています。体内時計の調整役にセリンが大きく関わっていて、生活リズムの乱れや時差ボケの改善に必要なアミノ酸であることが近年の研究で証明されています。糖を使ってエネルギーを作る際にも必要で、細胞膜を作るのに欠かすことのできないホスファチジルセリンというリン脂質の原料にもなります。ホスファチジルセリンには認識、視覚、記憶など脳の働きをサポートする働きがあります。大豆、すじこ、たらこ、高野豆腐、チーズに多く含まれています。チロシンはストレスを感じた際、精神疲労に効くアミノ酸。チロシンはフェニルアラニンから合成される神経伝達物質の材料なので、ストレスの緩和作用があるのです。紫外線から肌を守る黒色色素のメラニンの材料で、さらに甲状腺ホルモンの材料にも使われています。甲状腺ホルモンは全身の細胞に働きかけて、新陳代謝を活発にする働きがあり、成長や発育を促進するなど、生きていく上で必要なホルモンです。大豆、ナッツ類、チーズなどの乳製品に多く含まれています。最後まで動画を見てくれてありがとうございます。今回ご紹介した必須アミノ酸、非必須アミノ酸のそれぞれの効果やおすすめの食材などを、この動画のコメント欄上部にアップしておきます。ぜひスクショなどをして日々の献立の参考にしてみてください。2020年に始まったなんちゃら騒動以降、健康の大切さに気づいた日本人は増えました。これ自体は喜ばしいことですが、残念ながら意識を変えられた人はまだまだ少なく、それゆえに日本を取り巻く食の問題はひどくなっていく一方です。こんな状況の中、重要になってくるのは、まずは僕たちだけでも健康を守り抜いていくべきだと考えます。これは健康の情報弱者切り捨て論というわけではありません。今後不健康が今よりもさらに増えていくことは確実ですが、健康の重要性に気づいた僕たちがまずは実践し、そしていつまでも健康的であれば同胞にアドバイスしていくことができるはずだからです。令和イコール健康防衛の時代、僕は皆さんと共に生き残りたい。皆さんと皆さんの大切な人がいつまでも健康でいられますように。雨にも負けず、雨にも負けず、風にも負けず、冬にも夏の暑さにも負けぬ丈夫な体を持ち、欲はなく決して怒らず、いつも静かに笑っている。一日に玄米4合と味噌と少しの野菜を食べ、あらゆることを自分を感情に入れずによく見聞きし分かり、そうして忘れず、野原の松の林の陰の小さなかやぶきの小屋にいて、東に病気の子供あれば行って看病してやり、西に疲れた母あれば行ってその稲の束を追い、南に死にそうな人あれば行って怖がらなくてもいいと言い、北に喧嘩や訴訟があればつまらないからやめろと言い、日照りの時は涙を流し、寒さの夏はおろおろ歩き、みんなにデクノボーと呼ばれ、褒められもせず苦にもされず、そういうものに私はなりたい。